えー、はい、こんにちは。松本幸宏です、えーまあ。Ruby のクリエイターという,うなんですけども、今日は、えー、MRuby10 周年記念の MRuby 会議のキーノートということでお話しさせていただきます。タイトルはですね、12 Years of MRuby and Beyond というテーマになります。で、<laughs> まあね、10周年のために12 Year ってどういうことかっていうふうに言われそうですけれども、Ruby MLP の場合は、そのまあ、最初に、ね、オープンソースとして公開した2012年をスタートにしてるんですね。で、そこからちょうど今年で10年ということで、オープンソースとして公開して10年、記念というようなんですけども、まあ、開発するものはそれよりもっと前から始まっていて、でえーまあ、そこから数えると12年ということになります。はい。えー、っとですね。 mRuby は、まあ、M のついた Ruby ということなんですけれども、この M が何を表しているかっていうと、諸、ま、説、あ、あってですね、で、えー、例えば、エンベッドの M であるとか、えー、ミニマルの M であるとか、モジュラーの M であるとか、それから、松本の M とかですね、まあ、いろいろ言う人はいるわけなんですけれども、で、まあ、なんですかね、あの、まあ、どれでも好きなの選んでください <laughs> ということになります。 もともとねその組み込みのデバイスで使えるような Ruby っていうのがはは、まあ、スタート地点なので,で、えー、っとエンベッドっていうのは妥当、まあ、だ,だと思いますしでエンベッドするためには、まあ、メモリがねあ,の、まあ、あんまり使いすぎてはいけないっていうそのメモリ容量とかの点でそのミニマルを目指すっていうこともありますしそれからその まあ必要な機能をね取り外すことができるモジューラー構造になっているっていうのも大事なことで、例えば MRuby の場合だと、パーザー、コンパイラーの部分ですね、取り外したりとか、必要ないライブラリを取り外したりすることによって、より少ないメモリの環境でも動作するようにまあ設計することができると。それから Ruby は、M、MRuby はね基本的に私が作った たくさんのコントリビューターはいますけれども、まあ、基本的に私が作っているので,で松本というふうなのは、まあ、冗談としてよく言うんですけれども、まあまあ、何でも好きなように言ってくださいって、まあ、M, M のついた r u b であるというんですねで、えーまあ、さっきも話しましたけれどもこのプロジェクトは2010年に始まっているんですねで2010年にですねあの、まあ、経済産業省のプロジェクトが ありましてまあ、経済産業省が、まあ、各地の、ね、経済産業局を通じて公募した企画にです、ねえー、地域イノベーション創出研究開発事業というのがありましてでそれの,その九州経済産業局の募集にです、ねえー、応募して、まあ、採択されたものが、えー、MRuby に、まあ、さあの採択するときの名前は軽量 Ruby という名前でしたけれども、まあ、その成果の1つとしてですね、まああの ミニマルな実装である、Ruby の実装である MRuby というものもが誕生したというですね。で、えー、ここの、まあ、応募につきましてはですね、あのまあ、福岡県庁がですね、サポートしてくださって、でえーまあ、なかなかねあのこう、大体ものづくりみたいなことが多い授業だったんですけども、それを、ね、純粋ソフトウェアで、しかもそのオープンソースで通すというの、まああのなかなかの苦労があったと思いますけれども、まああの 福岡県庁の方とかをはじめとしてですね、あのまあ、関係者のご尽力によりですね、この応募の時点で私ほとんどこうなていうんですかね、あの苦労していないので、あのこんなアイディアがありますとかこうあこう話説明したらですね、それに基づいてこうまあこう応募がされてですね、でこう 関係者の説得であるとか、あの、応募、応募の書類をまとめたりとかでそういうことは、まあ、ほとんど県庁と関係者の方々にやっていただいて、本当にありがたい限りですが、見事とあの採択されましてですね、そこからプロジェクトがスタートしたんですね。で、背景としましては、あの、まあ、もともとですね、えっと、何年だったかな、2007年からですね、2007年からあの、福岡県庁はルビーをすごく応援してくださっていたんですね。 でえー、とその背景としてはですね、あの、こう、あれだ、まあ、Ruby ってね、まあ、日本人である私がもともと開発したもので、日本が発祥の、まあ、情報技術であると。IT テクノロジーって、インフォーメーションテクノロジーテクノロジーになっちゃうから、こう重複してますね。まあいいや。であの、まあ、日本初のテクノロジーであるというふうに、あの、 で、でそういういことですね、まあ、当時の麻生知事をはじめとしてですね、まあ、歴代の知事さんに非常に応援していただいて、で福岡県は、まあ、ルビーを応援しますということをね、非常に前面に押し出していただいた、ありがたい限りだと思います。で私、もともとその2007年の時点でね、あの福岡には、まあ、行ったことはもちろんありましたけれども、あのまあ、住んだことがあったりとかですね、あるいはその親,親戚がいたりとかでそういうの全然なかったので、まあ、そういうその、 まあ直接的にね、つながりのうちではなかったんですけれども、それでもなおですね、まあ、応援してくださってたのは、本当にありがたいことだなというふうに思います。で、えー、っと、もう一つはですね、まあ、福岡県内は、まあそのまあ、ウェブ産業もそうなんですけれども、まあ、組み込みに産業が、ね、非常にこう集積している場所であって、まあ、そこにいるその福岡県の IT 産業みたいなもので、まあ、組み込みの強い IT 産業みたいなものを応援したいっていうのが、まあ、県庁さんの思惑にあったっていうのがあります。 でえー、あともう一つはですねあのこう、まあ、当時の2010年時点のすでに傾向としてその組み込みにおけるそのソフトウェアの比率が随分高まっていてでかつその、まあ、ソフトウェアがどんどんこう複雑化しているんですねそこでその、まあ、その組み込みにおけるソフトウェア開発を生産性を高めるためにこう例えばツールなり言語なりの支援があったらいいなっていう話にはなっていたんですよ。 でえー、そこで、まあ、2010年の応募した時点でですね、まあまあ、私の個人的な予想として、まあ、5年あったら2010年から5年経ったらその、まあ、コンピューターの性能が、ね、どんどん良くなってメモリ容量も増えて CPU の速度も増して Ruby のような言語でもこう組み込みで十分に使えるようになるんじゃないかっていう未来予測を立ててです、ね、それで提案したんですね。で で、まあ、採択されて、プロジェクトが2010年に始まりましたと。で、まあ、その間ね、2年間の間、まあ、軽量ルビープロジェクトって他にもね、ハードウェアを作ったりとかいろいろしてたんですけれども、で、あと、ロボットにを使った実証実験とかもね、やったんですけれども、まあ、それらの,その成果物の一つとして、MRuby が2012年の4月に、えー、オープンソースソフトウェアとして公開されました。こうね、あの国、こう、 まあ経済産業省のね、あの事業として開発したものを、まあ、オープンソースとして公開するっていうのも、まあ、なかなか大変だったみたいなんですけども、まあ、その辺の説得もですね、福岡県庁の人たちにすごい頑張っていただいて、ありがたい限りだと思います。で、えー、っと、 で、MRuby の特徴のうちの一つは、やっぱり JIS や ISO にこう準拠したっていうところにあります。ちょうどその、まあ、MRuby を,を開発する途中でですね、のの Ruby の JIS の企画、それから ISO 企画のね、えー、策定が進んでいまして、で、えー、ちょうどですね、えー、MRuby のオープンソースによるリリースと、それから ISO の採択っていうのがですね、まあ、ほぼ同じ時期だったんですね。ので、まあ、私は策定側の人あの人間としてドラフトをもらっていたので、でその、まあ、策定途中の実企画、ISO 企画に,をに基づいてですね、えー、MRuby をこう、まあ、実装したっていうことになります。ただですね、Ruby っていうのは 実の場合だと、実の X30172012 っていうやつですし、IS の方は30170の2010。この番号がちょうど3017っていうのはう、わざわざ合わせたらしいですけれども、私の預かり知らないところで。で、えーまあ、2012年、Ruby っていうのは進化し続ける言語なので、まあ、2012年以降どんどん新しい機能増えましたけれども、まあ、できる限りね、MRuby も追随できるようにというふうに開発してまいりました。で、えー 2012年に ISO 企画に準拠した Ruby を出しましたっていうだけではなくてですね、で、それからね、どんどん進歩して、その最新の Ruby にね、できるだけ追随するように発達、発展してきました。で、えー、たくさんの、まあ、2012年からリリースして以来ですね、機能も随分追加しましたし、それからその 本家 Ruby にね、できるだけこうコンパチになるように改善してきました。それから、メモリ消費量も減りました。だいぶ減りました。にあの2012年の実装に比べてね。それから、たくさんのバグレポートをいただいて、あるいはあのバグバウンティーっていうんですかね、バグを見つけたら賞金を出すよみたいなプロジェクトにスポンサーしてくださる企業さんがいらっしゃったので、そういうのでバグを見つけたりとかしてですね。で、非常に、こう、 バグも随分減りました。で、ので、まあ、Ruby、MRuby はですね、まあ、プログラミング言語レベルで見ると、ライブラリとかではなくてですね、言語単体として見ると、まあ、かなりコンパチビリティが高い、互換性高い実装になりました。で、ええー、ので、まあ、皆さんがですね、Ruby のコードを書いて、で、こう動かそうとしたときにですね、まあ、かなりの割合そのまま動くと。まあリあの、リクワイヤーとかね、 あのライブラリをロードしてきたりとか、それから Ruby の便利な RubyGems とかを使おうとすると、まあ、それがないんですけど、それ以外の,その言語本体だけで記述するものに関してはですね、まあ、クラスライブラリであるとかも随分揃ってますし、でまあ、かなりの Ruby のプログラムね、そのまま書けるようになってきています。でさっきも言いましたけど、RubyGems がないのはだいぶ痛くてですね、でえーでまあ、あと Ruby でね、あの 提供されるいいくつかの機能はまだ実現でできてないんですね例えばリファインメントであるとかラクターであるとかそれから非同期ファイバーであるとかパターンマッチングとですねこれら実装したいんですけれどもまあそのメモリの兼ね合いとかねあの実装の難しさの兼ね合いであるとか、まあ、そのさまざまな事情によってまだできてないものもありますまあでもそうですねまあリファインメントとかラクターとか、まあ、非同期ファイバーとかねあのまだ こう新しいあ、まあ、そうパターンマーチッチングなんですけどもまだ導入されてあまり経ってない機能なので、まあ、正直言うとそんなにたくさんは活用されないので、まあ、まあ今後に行きたいっていう感じですね <laughs> はいそれからえー、っとスレッドとかですね、えー、r u b y g e m とさっきも言いましたねリクワイヤーもないですしそれからえー、っと C 言語による拡張機能みたいなものがね、C、あの Ruby 本家 Ruby の方にはあるんですけれども、えっと、もちろんその、MRuby も C, C 言語を使ったその拡張機能を作ることができるんですけれども、まあ、API が違うので,で、えーまあ、その点においてはですね、こう、何て言うのえっと、まあ、同じものが、ね、そのまま使えないっていう欠点があります。しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。 でそういう結果、ですね、まあ、エコシステム的にちょっと違うものになってきています。でえーまあ、その代わりといっちゃなんですけれども、まあ、MRuby には MRBGEM っていう、MRuby のジェムみたいなものがあって、ですねで、えーまあ、いろんな機能をです、ね、パッケージして、であのこう後から MRuby に追加することができるようになっています。で えとまあ、そいつらはですね、あのまあ、本家 Ruby はまあ動的ロードをするんですけども、えー、mruby の方はコ,あのコンパイル時に Gem を選択して、静的にリンクするっていう設計になっています。ああのね、組み込みの環境とかだとファイルシステムがないとかいう場合も結構あるので、その動的にロードするっていうのはあんまり選べなかったんですね。で えーまあ、このような MRuby を使うって、ね、実現したい、私が実現したいことってのは、まあ、どこでも Ruby ってのをやりたいんですね。で、どういうことかっていうと、例えばデバイスであるとか、サーバーであるとか、アプリケーションであるとか、ゲームであるとか、そういうところにおいて、まあ、どこでもこう Ruby が使えるといいなって思ってます。で、えー、MRuby はですね、ポータブルなので、まあ、いろんな環境で動作します。 CPU だと、その、まあ、あインテルの X86 の上でも動きますし、それから ARM の上でも、Mix の上でも、スパークの上でも、まあ、その他各種の、えー、CPU の上で動作します。で、何かっていうとですね、あれだ。あの、なんて言ったらいいのあの、こういう言葉が出てこない <laughs> まあ、あの、基本的に、その標準詞言語、 ね、C99 のレベルで、えー、記述されているので、ポ、えーねまあ、ータビリティが結構高いっていうですね。でそれから、まあ、OS についてもです、ね、Linux でも動きますし、まあ、カーネル部分が Linux である Android でも動きますし、それから Mac の上でも動きますし、でコンパイルすれば iOS にも、えー、動きます。実際にその、まあ iOS の、ね、アプリで、えーまあ、MRuby 組み込んだものもあります。で、Windows でも当然動きますし、それから OS のない環境でもですね、まあ、あのこうレイヤー、何ですかねあの、標準 C のライブラリーがいくつか提供されていれば、えー、コンパイルして実行することができます。で、それから、まあ、ミニマルっていうのはですね、まあ、メモリフットブリンドが小さい、まあ、何もかも切り捨てるとですね、うんうん、1、まあ、0 0キロ切った状態で MRuby 動作しますが、 まあ当然ですね、Ruby のプログラムをたくさんロードすればするほどメモリを食うわけなので、まあ、それ1 0 0以上ですね、まあ、どのぐらいの割合でこう、まあなたのアプリケーションが必要とするかっていうのは、ご相談に乗りますという感じではあります。で、必要に応じてですね、使わないライブラリを外したりとかいろいろ工夫することによって、まあ、比較的小さなメモリのボードでも Ruby を動作させることができるってということは言えると思います。 でそうですね、あのさっきね、あ2010年から数えて5年後には、こう、っちャんとしたマシンがあっていう話をしたんですけど、実はですね、この予想はちょっと外れちゃってですね、残念ながらね、あ,の年あ違った2015年2015年のレベルでは、その m r b が満足に動くボードコンピューターって、やっぱなかった。 だったんですね、まあゼロではないにしても、まあ、ちょっと何て言うのお高い感じあのこう評価予ボだけで何万円とかそんな感じだったんですねでえー、まあ残念かなと思ったんですけどもまあにそ,それも何年か遅れてですね2018年だったかなぐらいになって、まあ、ESP32 とかねえー、こうまあ512キロぐらいメモリを積んで で、えー、まあ、エムルビも、まあ、普通に動きますみたいな感じの、えー、ボードがね、えーまあ、お安いんで出てき始めたので、で、そういう意味で言うと、こう、ちょっと予想は遅よりも遅れたけれども、まあ、なんですかね、あの、まあ、できたよっていうか、時代がだんだん追いついてきたよっていうところではあります。はい。えっ、ー、と、まあ、 さっきに言った MRBGEM を使って、えーまあ、いろんな機能をつけたり外したりできるので、でえーまあ、それによってモジュラーが実現されています。実際ですね、MRBGEM、まあ、いろんな方が、ね、コントリビューしてきた MRGEM って、まあ、あの300以上もあるので、例えばデータベースアクセスであるとか、ネットワークアクセスであるとか、さまざ、あ、まなデータベースがあるので,で、そういうものを含めて考えるとですね、まあ、意外と m r b だけでいろんなことができると。 というふうなことができます。で、えっ、ー、と、まあ、m r p b と同じようなクラスターっていうんですかね、あの、こう、同じようなターゲットを持っているプログラミング言語として、で、えっ、ー、と、例えばル u a であるとか、それから、まあ、マイクロ Python であるとか、ま、ほの言語もあるっちゃあるんですけども、この mrpgm によって機能を付け外しがすごく簡単であるっていうのはですね、その m r u b の他の言語に対する大きなアドバンテージであるというふうに考えています。 で、まあこれによってですね、Ruby、どこでも Ruby を実現しつつあるわけなんですけども、で、マイクロコントローラーからですね、まあ、あの、クラウドのホスト、サーバーアにまでですね、MRuby を使うことができるようになっています。で、まあ、これによってですね、これちょっとなんだっけ、あ、いいね。これによってですね、えっと、プログラマビリティ、つまりその、プログラムによって、あのいろんなものを制御する能力みたいなものがですね、 こう、いろんなところで使えるようになるといいなっていうふうに思ってるんですね。で、例えば EMAX っていう名前のエディターがありますけれども、これは MRuby ではなくて EMAXWISP っていう名前の言語が入ってるんですが、で、EMAXWISP を使って、その、まあ、どんどんそのオリジナルのエディターを拡張することができるわけですね。そうすると、例えば、まあ、ゲームをどんどん拡張する機能であるとか、それから、まあ、サーバーをね、 いろんな拡張したり設定したりすることができるというようなことが、こう、m v b を使ってできるようになると、まあ、私の理想に近づくということではあります。ので、m r ビ b を使ってですね、そのプログラミビリティをどこでも提供できるっていうのも、まあ、ゴールの一つになっています。で、例えばアプリケーションとかデバイスとか、ね、えー、例えば、えー、まあ、デバイスとしてはですね、えっ、ー、と、ルーター、インターネットルーターの、えっ、ー、と、まあ、メニューシステムを m r ビ b で書いた。 いう例がありますし、それからロボットのコントロールとかですね、それからまあ QBS 研究所の人工衛星に入れましたっていう話もありましたえ。ブラジルの方ではですね、ペイメントデバイス、クレジットカードを読む機械ですね、で、それに m r u b を組み込んでえ、さらに言うとそのビットコインとかでの支払いまでできますよみたいなものを作っている会社さんもありました。それから、えー、っと、 アプリケーションとしてはですね、アプリケーションに MRuby を組み込んで、アプリケーションの設定をするみたいなことを、こう、のために MRuby を使った例としてはですね、Apache に MRuby を組み込みました。EngineX に、これは両方とも Web サーバーですけども、で、組み込みました。それによって、その、プログラマブルな設定をすることができるようになりました。で、最近発表を聞いたのは、WireShark っていうそのパケットアナライザーですね。ネットワーク上に流れているパケットを、 解析するためのツールなんですけども、それの、えー、設定であったり、あるいはそのパケットの解析をするためのツールを MRuby を組み込んで、M、r u b y で書くことができるみたいなことをやってる人もいます。それから、えっ、ー、と、MRuby Engine っていう、その、なんていうのかなライ、ライブラリがあるんですけども、これを使うと、えー、っと、まあ、Web、インターネットサーバー上で、えー、ユーザーが作ったプログラムを えー、安全な状態で、まあ、サンドボックスっていう安全な状態でこう動かすこと Ruby を動かすことができるっていう,、えー、こう機能になります。これはですね、Shopify っていう会社がね、自分とこのこう EC サイトの、えー、お客様の EC サイトの、えー、カスタマイズをするために Ruby を書くことができるっていう機能を実現するとに使われています。はいまあ、ゲームで、ね、Ruby を使われる人たちもいて、で、えっ、ー、と、まあ、 ちょっと前のゲームになりますけど、ニーアオートマタっていうゲームには、あのまあ、どこに使ってるか分からないんですけども、クレジットって、まあね、こんなソフトウェアを使いましたっていうオープンソースソフトウェアのクレジットの表示の中に、えー、MRuby を使っていますっていうのが出て、まあ、どっかで組み込まれてるんだなっていうふうにま、まあ、ゲーム業界ではね、ルアー使ってる人たちが多いんですけども、まあ、MRuby を使う人がね、増えるといいなというふうに思いますああのこうメ。メジャータイトルだとね、それぐらいしかないんですけども、あとは、あの シドマイザー・スターシップっていうゲームがですね、MRuby 使うって言ってたんですけど、まあ結局何年も経つの出てないので <laughs>、で、えっ、ー、と、ちょっともしかしたら企画が欲しかったかもしれないなというふうに思います。あと、インディーゲーム、あの例えば Steam とかね、にあるインディーゲームの中で MRuby を組み込んだものもいくつかあるというふうに聞いています。はい。で、そんな MRuby ですが、まあ近々、まあもちろん毎日 MRuby 開発続けていて、あの 私は自分のゴールとして、えー、と毎日最低1コミットは MRuby にコミットするっていうふうな目標を立ててるんですけども、まあ、ここ、だいぶ長いこと、1年半以上こう達成できてて、まあ、頑張ってるなっていうふうに思うんですけれども、まあ、その今開発している最新版をですね、えー、近々その、まあ、ちゃんと研修してねリリースしようと思ってるんですが、そのリリースする次のバージョンは MRuby3.2 に。 なりますで、えっ、ー、と、MRuby3.2 にはですね、いくつか新機能があるんですけども、まあ、最も目玉になるかなというふうに思っているのが、その、えー、と多倍調整数ですね。まあ、あの、こう他、MRuby だと、そのビグナムっていう名前になって、ま、なをで、実装してるんですけども、で、えっ、ー、と、MRuby においては、そのビッグイントっていう名前で、えー、ジェムを用意して、そのジェムをロードすると、 多倍調整数が使えるようになりますっていうふうに、まあ、開発中です。で、えっと、これがですね、なんて言ったらいいんだ。あの、なんて言ったらいいんだ。<laughs> あの、こう、Ruby とかだとね、あの、こう、整数の大きさに制限がないので、例えば、その200の会場とかだと、ものすごく大きな数字が。 出たんですけど、えっ、ー、と MNV はもその多倍調整数実装大変だからっていう理由で、あのこう省略してたんですけど、まあえっと3.2になってですね、ようやっとこう実装しました。で、えー、おかげでですね、あのまあ CRuby と同じようにですね、200の階場だろうと何だろうと、時間さえかければ、あとメモリさえかければ、計算できるようになりました。で、これはまあ、偉大な進歩だと思いますね。あの、インテジャーオーバーフローとか言って、今まで怒られたやつが、ちゃんとこう計算できるようになりました。進歩進歩。で、それからですね、キーワードアーギメント、まあ、キーワード比数ですね。で、えーっと、Ruby の3.0を の時に、えー、ときに、本家 Ruby の3.0のときにですね、キーワード引数の仕様が若干整理されてきれいになったんですけど、その実装に合わせてですね、えーまあ、MRuby の方のキーワード引数の方も、えー、いうの同じ仕様で動くようになりました。はい、だから、まあ、バグレポートもたくさん来ましたので、まあ、そのバグも、今レポートされているものについてはまあ全部直したって言います。 で、えー、中にはね、セキュリティバグみたいなものもあったんですけれども、まあそういうのをですね、まあ、もう含めてですねちょ,ちょっと数、まだ、まだ数、数えないんですけど、本当に何十も直して、今、バグ直していますそ。そもそも何十もバグ出すなよって話は、泣きにしまらずなんですけど。<laughs> で、えー、と、あと、えっ、ー、と、いくつかのね、ジェムを、あの、バンドルっていうんですかね、あの、まあ、こう、標準添付しようと思っています。で、えっ、ー、と、今はですね、MRB エラーナンバーっていう、その、 エラー、システムコールとかのエラーのね、番号をレポートする、ジェムをあの新しくバンドルしたんですけども、それ以外にもですね、まだちょっとそのオリジナルオーサーとこう交渉中なので、確定できてないんですけど、mlb セット、集合オブジェクトですね、それから mlbdir、ディレクトリを操作するライブラリ、それからディレクトリのパターンマッチを行う d i r g l o b っていうライブラリですね。この3つ、 最低でもですね、この4つですか、この4つはですね、バンドルできるといいなっていうふうに思っています。で、えー、っと、まあ、MLV2.0 についてはですね、まあ、大きなものはこれぐらいなんですけれども、まあ、そのから先はですね、えー、っと、の、まあ、近い将来においての改善点みたいな計画としてはですね、まあ、3.2以降ですけれども、まあ、よりコンパチビリティを高めたいなと。 より本家ルビーとの互換性を高めたいなというふうに思っています。でですねえー、っとあれだ例えばですけどあの有理数ってねあのこうまあ本家ルビーでもあの今は M ルビーでも有理数使えるようになっているんですけどもあの M ルビの有理数って何うですかねあの有理数ってその分子かける分母のであの分数によって表現できる 数っていうのなんですけどもあの現状だとね分子分母が両方とも何て言うんですかねあのこう機械の整数って言ってるんですかねあの何て言うの,あのインテージャー C のインテジャー2個分で表現してるんですよ。でなんだけどそうするとそのものすごく大きい数とかは表現できないんですよね。 本家ルビーの方は、そのさっき言った多倍調整数を使って内部計算をしているので、でまあ、どんな大きい数でも、まあ、メモリと時間さえ許せば計算できるという状態に、有利数もなっているんですけども、M ルビーうはそうまだそうなっていないので、まあ、そこをちょっと直して、えー、と互換性高めたいなというふうに思っています。まあ計算をね、有利数を、ね、こうバリバリ計算する人も、まあ、のこう数の制約を外したいということですね。それから あ,あ、これマジでそう、ここに書いてますね。マルチプレッシャーのラッシュのってね、書いてますね。はい。えー、それからですね、えっと、これちょっとどうやってやるか思いつかないんでこれ、これから検討しないといけないんですけど、あの、時間とって、あの、なんていうの、ユニックスにおける時間って、2039年にオーバーフローするんですね。で、えー、このオーバーフローが起きないような実装に、シールビ b の方がなってるので、で、 えー、MRuby でもですね、まあ、そうできたらいいなっていうふうには思ってはいますが、ちょっとどうやって実現するのかまだちょっと思いついてないので、これから検討っていう感じですね。それからですね、えっ、ー、と、まずは、あの、抗、まあ、分解析機なんですけれども、で、この、もともとね、えー、MRuby のオリジナルの設計において、で、 公文解析器はマイクロコントローラーの上で動かすことはないだろうっていうふうに思ってたんですね。で、えっと、ホストの上で Ruby を解釈して、で、えー、コード、バイトコードの生成までして、で、コンパイルし終わったバイトコードっていうのバイナリデータを、プログラムを表現するバイナリデータを、あの、ターゲットボード、まあ、マイコンに送って実行するだろうと。それはメモリのタイトな環境ではそういうふうにするだろうなっていうふうに思ってたんですね。ので、えっと、 ルビーのパーサってものすごい大変作るの大変なんですよ。あの作った人はみんな,みんなこう同意してくれると思うんですけども。で、なので、まあ、どっちかっていうとその実現実、完成させることを優先させて、メモリ消費量とかいて、ね、あんまり気にしないで作ったんですよね。どうせホストで動くからっていうことで。まあ、あのそんなね、そうは言ってもその何,何十メガとか使うわけではないので。でえっ、ー、とまあ ホスト側だと全然問題なく動くので、メモリの消費量についてあまり気にしないで作ったんですね。ところが、こう、まあ、人間は、何ですかね、欲望っていうか <laughs>、できるとどんどんやりたくなるわけですよね。で、マイコンボードの上で Ruby を入力して、コンパイルして実行したいっていう、こう、リクエストがですね、時々来るようになったんですね。あ、わかる。で そうすると、まあ、全く新しいこうパーザー、でもメモリ消費量の小ちさちいパーザーが必要なんですよ。で、えー、そんなこと言ったらですね、まあ、今回の MRuby 会議にもゲストで来てくださってるスミさんって人がですね、Ruby a s s o ション t っていう団体の、えー、助成金を受けながらですね、で、えっ、ー、と、ピピコルビーっていう名前の小、まあ、っちゃいルビーの公文解析をですね、開発してくださって、 ですね。まあ相対的に小さいっていうですね。m r u b 標準のパ公分解析よりはメモリ消費量の少ない公、え、分、ー、解析を作ってくださったんですね。で、えー、これをですね、まああの将来的にはですね、mruby の,の方に取り込んでですね、あの蓮見さんのなんだっけ、あのプロジェクト的にはマイクロルビーっていうのかな。で、ピコルビーっていうのが、こうその蓮見さんのパーザーと、それから m r u b スラッシュ C っていうね、ちっちゃい方のあの mruby の小さい方のバーチャルマシンと組み合わせたものがピコルビーなんだそうですけれども、このバーチャルマシンを mruby のバーチャルマシンとくっつけると,、えっと、マイクロルビーっていうふうにおっしゃるって、この間言ってました。で、そういうものもですね、ちょっとやりたいなというふうに思ってます。ただですね、あの、まあピコルビーメモリー消費量少ない分だけですね、まだ、なんていうの、あのサポートしない文法とかいくつかあるんですね。で、えっ、ー、と、ま、あるいはそのパターンマッチみたいにね、mruby の方でもこれからサポートしたい文法みたいなのもあるので、で、 えー、その辺を考えるとですね、まあ、ちょっと課題大きいなっていうふうに思っています。はい、頑張りますでも。はい、でそれからですね、パターンマッチですね。あのまあに Ruby に Ruby 3.0からあ待って2.7からか2.7から入った機能なんですけれども、で、えー、まあ、頑張って作っ 作り、いや、正直に言うと、実装は僕ではなくて、辻元さんって人が作ってくださったんですけど、まあ、でも、仕様は一生懸命考えて、相談しながら作ったので、で、このパターンマッチみたいなものをですね、まあ、実現させたいんですね。で、えー、それに当たって、MRuby でも実現したいんですけども、まあ、それは、まあ、ちょっとね、あの、なんていうの、あのちょっと大変なので まあまああのー、例えば3.2とかですね、その次の3.3とかではちょっと間に合わないかもしれないなっていうふうに思ってますが、いつかやりたい。mruby でもやりたいというふうに思っています。はい。えー、と、それからですね、あのー、今開発中の <laughs> ややこしいんですけども、ルビ b Ruby、本家 Ruby のバージョン3.2っていう、 バージョン番号が非常に近いのでややこしいんですけど、あの、の方にですね、最近そのデータオブジェクトっていうのが入るっていう、こう、議論がね、行われていて、まあ、ほぼ、こう、議論も終わって、導入されるだろうっていうふうになっていました。これはデータオブジェクトっていうのは、まあ、書き換えのできないデータの集まりっていうふうな、まあ、構造体、イミュータブルな構造体っていう ね、あのプロ開発者の方にはいて通じるかもしれませんけれどもでそういうもので、えー、これがね普及するともしかすると Ruby のプログラミング文化みたいなものにね大きな影響を与えるかもしれないっていう,、まあね、だって言うの基本的な構造は簡単なんだけどこれが広く使われるようになるとちょっと文化的に変化が起きるかもしれないなっていうちょっと期待の新機能なんですけれども。 で、えー、これもですね、まあ、CRuby で使用が決まって導入された暁にはですね、MRuby の方でも取り入れたいな、というふうに考えています。それからですね、まあ、あのー、こう、MRuby、こう、なんていうの、あの、メインの開発者は私なんですけど、私どっちかっていうと、その、組み込みタの人ではなくて、で、えっ、ー、と、サーバー側っていうんですかね、あの、Web とかシステムプログラミングとかの人なので、で、えっ、ー、と、 なんですかなあの、組み込みの方の、こう、もちろん組み込みで動くように作ってるんですし、気をつけて使って,って作ってはいるんですけども、ただ、その、組み込みでね、楽しいみたいなものっていうのはあ、あんまり揃ってない感じがあるんですね。で、実際その Ruby の応用例にしてもですね、例えば、NGX に組み込みました、a パッチに組み込みましたみたいなサーバー側の利用の方が、どっちかっていうと目立つ感じがあるんですよね。なんですが、最近ですね、例えば BBC、イギリスの公共放送、 が教材として開発したマイクロビットっていう OS であるとか、あるいはそのあの中国の企業がホビー用に開発した M5 スタックっていうコンピューターがあるんですけれども、まあ、これらのコンピューター、まあ、ちょっちゃいマイコンボードを積んでいるんですけれども、まあ、m l b 十分に動くパワーがとメモリーがあるんですね。で、これらであの遊べるための、まあ 機能であるとか言語そのものの機能であるとか、あるいはライブラリー、ジェムであるとかと、そういうものをね用意していくことっていうのは非常に大事なんじゃないかなと。で、例えばマイクロビットとかだと、2000円まあ、なんか、すごい安い値段でですね、えーと、ちょっと遊べるコンピューターが手に入るので、でえー、そういう子どもでも遊べるような、この子どものお小遣いでも用意できるような遊びをですね、MRuby でできるっていうのはちょっと狙っていきたいなというふうに考えています。 それからね、ラズベリーパイの,あのピコっていうちっちゃいバージョンがあってですね、これもサポートしたいなというふうに思ってるんです。あの 使,使われることが多いんですけれども、まあ、その本家 MRuby の方もですね、こうメモリ削減であるとか、いろいろ頑張ってですね、えー、ラズパイピコでも動かせるように、あのラズパイピコだと、あのまあ、さっきも名前の出てきた蓮見さんとか、キーボードに積んでね、あの自作キーボードみたいなのを作ってで、Ruby でコントロールするみたいなことをしておられるので、それをですね、まあ、Ruby のフル機能でできたらいいなというふうに思っているんですね。 えとそれから、ちょっと内輪の話になるんですけれども、うルビーの、あ,あ、違う、MRuby のんていうの、C 言語の API の中で、シンボルをね取るものと取らないものがあって、古い API のものは、シンボルの代わりに文字列をと C の文字列を取ってるんですけれども、シンボルを取ることに統一した API みたいなものを用意して、そいつには MRBI と はいまあ、なんですかね、ID と I なんですけども、MRBI みたいな感じの、えー、プレフィックスをつけて、まあ、ちょっと新 API みたいなものを用意できるといいなっていうふうに考えています。まだこれも構想段階なので、全然具体化してないんですけども。はい、で、えーまあ、3.2が出た後も、まあ、まだまだやることがいっぱいありますよっていう感じではあるんですが、で、さらに遠い未来についてはですね、どういうふうなことをこうしたいかっていうことも。 まあお伝えしておこうと思います。で、えー、っとですね、こう、非同期 IO はね、できるといいなっていうふうに思ってます。で、あの、なんちゅうかな、あの、 OS ネイティブのスレッドとかがね、あの組み込みとかだと期待できないので、でそうすると、非同期 IO みたいなことで多重、IO 多重化するといいな、できるといいなっていうふうに思っていて、Ruby の方でもですね、ファイバースケジューラーみたいな機能が入ってて、で非同期 IO ができるようになってきてるんですけども、でこれを実現するような、えっと、m r u b i o の、例えば m r u b ア a s y n c i o みたいなジェムを用意して、そっちを使うと非同期な操作ができるようにするっていうのは、ちょっとやってみ ててみたいなといなううふうに思ってますこれでもかなり規模が大きいので、えっ、ー、と、まあ一人でやってたら何でも分か,かりそうな感じがありますけれども、まあでもやりたいというふうな思いは持っています。で、それからですね、えっ、ー、と、あの、リクワイアー機能がない、まあね、動的ライブラリがないっていうのがあったんですけれども、で、これがやっぱり 最大の非互換になってるんですねルビーの普通のプログラムでだいたいリクワイヤーとかジェムとか呼んでるんで、でそれがまあ使えるようになるためには、あのままあ、いくつかアイディアなんですけども、まあ、普通のルビーの会議でリクワイヤーを,つかを呼んだルビーのプログラムを使っても、まあ、MRuby のプログラムが動くようにするっていうところまではなんとか持っていきたいなというふうには思っています。 でもねこれもやることいっぱいあるんで、うどういうふうに実現するかっていうことを一つ一つ検討したから、のぼちぼちやっていこうと思っています。で、えっと、まあ、もっと遠い先になるんですけども、あの、TreeShaking っていうのをやりたいなというふうに思ってるんですね。JavaScript のところでは実装されている処理系もあるんですけれども、TreeShaking って何かっていうと、その、まあ、アプリケーション作って、で、あの、 でも、Ruby のこうクラスライバリーって、まあ、いろんな、たくさんのメソッドが入って例えば、ストリングクラスだと200以上のメソッドが入っているんですね。で、えー、そのメソッドのうち、そのプログラムでその全部使うわけではないんですよね。で、あのプログラムこ、この機能、使うと便利だけど、このプログラムの中では使わないな、みたいなものもあるんですね。で、そうすると、その、えっと、なんていうの、木を揺さぶると、こう、 実が落ちてくるみたいな感じであのこう、プログラムを揺さぶると、実行時に使わなかったメソッドを取り外していって、でえー、プログラム全体のサイズを縮小させるみたいなことが、まあ、やってる JavaScript の方では処理系があるんですね。これ Ruby もやりたいなというふうに思ってて。で あのもちろん、そのメタプログラミングとかですね、何を呼ばれるかわからないみたいなケースは適用できないんですけれども、で、普通にプログラミングしてて、このメソッドプログラムの中で全然呼ばなかったねっていうようなものに関してはですね、えー、こう取り外すことが、積極的に取り外すことができるみたいなことを、あの、サポートするツールと考えたいなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、ツリシェイキングの後はですね、今度は、えっ、ー、と、その残った、なんていうかな、あの、Ruby のプログラム、 あの使うメソッドしか存在しないしなぎその縮小された Ruby のプログラムを、えーとまあ、C なり何なりにコンパイルしてで、えー、とターゲットで動くための,こうてうのシングルバイナリーをこう作ることができるようにしたいなっていうふうに思っています。であのこれはあの目的はシングルバイナリーすることでパフォーマンスを向上させることはシュたら目的ではないんですけれどもでただ あのそうするとこう、MRuby のプログラムを書きました。テストしました。で、ツ、えー、リーシェイキングして、コンパイルして、シングルバイナリーができました。そのバイナリーを、えー、っとボードにポンって置いたら、Ruby で開発した、えー、プログラムがこうボードの上でこう少ないメモリーで動きますっていうことが実現できるんじゃないかなというふうに思うんですね。で今ねあの バーチャルマシーンをあのボードに置いて、であの、バイトコードのバイナリーを送ることで、まあ似たようなことは実現できているんですけれども、それを何の準備もなくてシングルバイナリーをポンと持っていくだけでいけるってうと、嬉しいケースはそれなりにあるんじゃないかなとかいうようなことで、これもですね、まだ、なんていう妄想段階なので、えー、これからだけいろんなことを検討していかないと、本当にできるのかっていうところも含めていろいろやらないといけないんですけれども、まあ、ちょっとね、あの、 mruby の未来のためにはですね、こういう、こう、っていうの、えっと、冒険的なチャレンジングなですね、技術についてもいろいろやっていきたいな、というふうに考えています。はい。えっとですね、まあ <coughs>、とりあえず、あの、今日のテーマでやる、mruby を作り始めてから12年ということと、それで12年頑張っていろいろやってきましたが、これからも、なんか、今紹介したような、まあ、 あの現実的なものとかですね、野心的なものも含めてですね、いろいろやっていこうというふうに考えています。えーまあ、ただね、その私や、まあまあ、コアのコントリビューターの人たちも、まあ、だいぶ偏ってはいる、MRuby が使われうる全てのシチュエーションを、ね、あの理解したり想像したりすることができているわけではない,話もないので,で、えー、そのためにもですね、えー、とこう実際のユーザーから のフィードバックですねえ。こんな風に使ってみようと思ったんだけど、ここが気に入らなかったとかですね。えっと、こんなことはできないだろうかとか、そういうようなものも含めてですね、さまざまなフィードバックをいただけると、MRuby のこう進歩発展がですね、加速されるんじゃないかなというふうに思っています。えー、まあの、なんていうの まあ私もね、その言語デザイナーとしての働きとか、他にも、やちこしの企業の,の技術顧問とかね、まあ、いろんな仕事をしてるわけなんですけども、えっと、プログラマーとしての松本は、まあ、MRuby の開発にかけているので、でえー、ぜひですね、こう皆さんからさまざまなアイデアやインスピレーションをいただいてですね、えー、プログラマーとしての松本が、まあ、忙しく働ける。 といいなって、ずっとその頑張って鋭意開発し続けることができるといいなって、そしてそれを通じてですね、例えば、えー、どこでも Ruby とかですね、えーっと、どこでもプログラマビリティとかですね、でそ,うそういうのがですね、えー、皆さんにお届けできて、えーまあ、世界や、ね、ツールがね、えー、少しでも良くなればとあの、これ以上の幸せなことはないなというふうに考えています。はい。 これからあともですね、オンライン、オフラインを含めてですね、皆さんとお話しして、ムルビーの発展についてですね、貢献、寄与できればというふうに思っています。これからもを温かく見持っていただければと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。